2021年現在、四国に残る DE10 は1139号機だけです。また、レール輸送に使用される地基6線も、四国では4両が活躍を続けています。地基6線は、呼気5500型を改造し、昭和52年から昭和56年にかけて、422両が製作されました。JR 四国発足当時にどのくらいいたのかは、調べてみましたが、わかりませんでした。地基6線は、全長14メートル70センチ、幅2メートル 55.6 センチ、最高速度は時速75キロです。JR 四国の地基6線は、高松運転所の所属ですが、多度津駅構内に置かれていることが多いです。今回のように、夜間に運行される場合は、明るいうちに出発準備が行われますが、昼間に走行シーンを見かけることは、稀です。
およそ2倍の時間をかけて走行します。その理由は最高速度が時速 75km であることですが、実際はそこまでスピードが出ていないことが多い気がしました。近くの合流車を1両の DE10 と4両の近く6線で担います。 JR 東日本の JR 東海では専用機動車が活躍中ですが、近くもいずれそのような形になるのか、まだまだこの5両の活躍が続くのか分かりません。全国的にも貴重になってきたこの編成で